アルブレインはアメリカ合衆国マサチューセッツ州出身のセッションドラマーでスタジオミュージシャン。ロネッツの B、マイベイビーのイントロのドラミングなどで知られ、1960年代から1970年代を中心に全米1位、約40曲、全米10位以内約150曲を含む、延べ3万5 0 0い以上の録音に参加した。12歳の頃、 姉にプレゼントされドラムを始める。1948年にカリフォルニア州でプロの仕事を始める。サム・クック、ジャン・ンド・ディンラのバックの仕事の後、60年代初頭、フィル・スペクターのセッションメンバーとなり、一流のドラマーと認められるようになった。その後は多くのプロデューサーから起用され、アメリカのポップスとロックミュージシャンの膨大な数のレコーディングに参加した。 主にベースのジョーズ・ボーン、キーボードのラリー・ネクテルとのレコーディングセッションが多く、この3人は黄金のリズムセクションと呼ばれた。参加した代表アーティストに、エルビス・プレスリー、ビーチ・ボーイズ、サイモン・ガー・ファンクル、フランク・シナトラ、フィフス・ディメーション、モンキーズ、カー・ペンターズなどがいる。1966年度から6年連続で、 グラミー賞最優秀レコード賞を受賞した。2000年にスタジオミュージシャンとして初のロックンロール殿堂入りを果たす。2016年ローリングストーンチの選ぶ歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて5位となる。参考 IMDB ありがとうございます。